リライズニュースの編集を務めています川名と申します。本日はヒューマンルブ代表の米田実様にお話をお伺いしたいと思います。本日ですね、お忙しい中、貴重なお時間作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたしまありがとす。うございます。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい。ではですね、早速質問の方入っていきたいと思うんですが、米田様が描かれている夢やビジョンをお聞かせください。はい、弊社ですね、まあ、会社の名前というのがですね、まあ、由来にはなってるんですけども、まあ、ヒューマンルームという会社の、まあ、由来が、まあ、夢であったり、ビジョンにつながる会社の名前にはなるんですけども、まあ、会社のミッションとしてですね、まあ、人と人、まあ、人と企業の、まあ、良き潤滑油となるっていうのを、まあ、ミッションとして、掲げております。で、まあ、その中でもですね、まあ、ビジョンとしまして、まあ、人と人、まあ、人と企業の、まあ、潤滑油ですね。この、まあ、潤滑油っていうのが、まあ、ルブっていう言葉になるんですけども、まあ、ルブリケーションの、まあ、略でルブという形になるんですね。で、まあ、潤滑油で、まあ、人と、まあ、人の潤滑油みたいになるんで、まあ、ヒューマンルブみたいな、そういった会社になってまして、で、まあ、はい。で、まあ、そういった潤滑油になってですね、まあ、弊社と関わる、まあ、すべての方々とともにですね、まあ、お互いの成長であったりとか、まあ、自己実現をですね、通じて、まあ、世の中に反映するっていう、まあ、世の中の繁栄に、まあ、寄与するっていうのを、まあ、一つの、まあ、ビジョンとしてまして、まあ、二つほど、まあ、ビジョンがあるんですけども、一方で、これは基本的には人材関連の、会社になりますので、まあ、そういった人材ビジネスですね、業界の、まあ、世間的なですね、評価向上に、まあ、貢献するっていうのを、まあ、一つの、もう一つのビジョンとして挙げています。これはどういったことかと言いますと、やはり今ですね、人材ビジネスっていうと、まあ、たくさんの、まあ、種類の人材ビジネスがございます。まあ、主にですね、やっぱり代表されるというのが、まあ、人材派遣だったりとか、まあ、人材紹介というようなところにはなってきます。それ以外に、まあ、求人関連だったりとか、まあ、人材、弊社がやってるのは人事コンサルティングみたいなところにはなるんですけども、やはりですね、ある程度、こう、法改正が進んできまして、人材派遣の業界ですね、特に人材派遣の業界なんですけども、こちらに関しては、やはり、まだまだですね、まあ、開けたところを言うと、しっかりとした形で、100%法令遵守をして運営している会社さん、まあ、増えてはいるんですけども、中にはですね、ちょっとまだまだ足りてない。要は、利益重視で、まあ、働かれてらっしゃる従業員の方であったりとかですね、への、まあ、まあ、対応であったりとか、まあ、福利厚生面であったりとかですね、まあ、そういったところ、まあ、トータル的に、まだまだ及んでない会社さん、まだまだ努力が必要な会社さんがたくさんありますので、そういったところに、まあ、私のような会社のですね、使っていただいて、まあ、何かしらこう、改善に努めれるような、そういった貢献がしたいなというのもありまして、まあ、これが2つ目のビジョンという形で挙げております。はい。はい。で、まあ、3つ目のビジョンとしてはですけども、まあ、弊社としてはですね、人材ビジネスの会社になりますので、日本のですね、まあ、雇用問題の、まあ、課題解決に、まあ、果敢に取り組んでですね、働く人と、まあ、企業、ともにですね、まあ、生き生きと、まあ、活動が行える職場のですね、まあ、良質な職場の創造に貢献するっていうのが、3つ目のビジョンとなっておりまして、まあ、今先ほどお伝えしたその3つのですね、ビジョンで、基本的には活動しているというような形になっております。はい。ありがとうございます。はい。ごめんなさい、ちょっと、その人材、特に紹介の方で、いろんな、制度というか、が整ってないところっていうのを整えていく、お手伝いっていうところと、あと日本のこの雇用を、創出していくっていうところ、あとお一つって、ごめんなさい、何でしたっけ？あ、すいません。人と人とですね、まあ、企業、まあ、人と企業ですね、まあ、潤滑油になって、まあ、弊社とまあ関わるすべての方がですね、まあ、お互いの成長であったりとか、まあ、自己実現を通じてまあ世の中の繁栄するっていう、まあ、そういったビジョンを掲げております。はい。その3つですね。そうですね。はい。わかりました。はい。失礼します。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、そういった夢やビジョンに行くのに、どのような目標や計画っていうのを立てておられるんでしょうか。そうですね。主に中小企業の方であったりとか、まあ、会社様であったりとか、小規模の事業者様に関してですね、まあ、行っている、まあ、サービスがメインになっています。で、まあ、そういった企業様ですと、まあ、人事関連の、業務に関してはですね、
経営者の方であったりとか、まあ、総務の方とか、まあ、管理の方っていうのが、まあ、兼任されてらっしゃるケースがまあほとんどなんですね。ですので、そのようなケースでもですね、まあ、やはり人事関連ではさまざまなやっぱ課題が、ある、まあ、そういった課題を抱えられてらっしゃる企業さんが多くありますので、まあ、そういったまあ企業様向けに、まあ、弊社みたいな会社をまあご利用いただきまして、まあ、少しでもですね、課題解決に寄与することで、まあ、企業様であったりとか、まあ、そこで、働かれていらっしゃる方々が、共に、まあ、生き生きとした活動が行える職場づくりに、を行ってですね、まあ、弊社を含めた、三方よしのですね、まあ、会社さんと、まあ、働く人で、まあ、弊社みたいな形で、まあ、三方よしですね、関係になれるような、まあ、そういった関係を作っていく、まあ、そういった一つでも多くそういった関係を作っていくのが、まあ、一つの、まあ、当面の目標になってってまして、まあ、弊社が拠点としてあります兵庫県、まあ、中部のエリアになるんですけども、まあ、その周辺エリアというのはですね、やはり中小企業であったりとか、まあ、小規模事業者の方が多い、まあ、土地柄ですので、まあ、そういったことにも合わせまして、やはり少子高齢化に伴う人口減少でですね、やはり労働力がどん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 これから先少なくなっていくっていうのが予想されてますので。そういった状況の中でですね、さまざまな視点で、まあ、地元企業様の力になれるような、まあ、そういったサービスを提案させていただいて、まあ、活用させていただくというのも並行して行っていくべき活動だと考えております。はい、で、まあ、弊社としては、まあ、兵庫県中部にあるもののですね、基本的には関西全域で、まずはサービスを提供していくっていうのをまず大きな目標があるんですが、やらせてはいただいております。はい。ありがとうございます。はその人事とか総務とか、そういった、とか、兼任してると、なかなか専門的に見るっていうのが、なんか難しそうですいね。問題があるんはい。ですね。そうですね。はい。そういったところで課題があったりっていうのもありますね。そういったところに、まあ、スポット的でも入らせていただいて、まあ、課題解決にご協力させていただくというようなところですね。はい。ありがとうございます。はい。では、そういった夢やビジョンや、この目標計画というのを遂行していくのに、現在、どのような活動指針を持って、どのような活動をされておられるんでしょうか。ですね、まあ、やはりこちらからまあお声かけをさせていただいて、まあ、ご訪問させていただくこともそうですけども、まあ、一方でご紹介、企業様からご紹介いただいて、まあ、出会わせていただいているというのがあったりもするんですが、まあ、一社でもですね、多くの企業様と出会えるように、今、活動はしているような状況ですね。まあ、こちらからお電話させていただいて、機会を作っていただくも一つですし、一方で、企業様からのご紹介であったりとかですね、であったり、地元商工会、の方の、まあ、ご紹介であったりとかですね。そういったところで、手軽にはさせていただいてまして、まあ、これ一方で、企業様向けの、まあ、活動ではあるんですけども、まあ、並行してですね、まあ、実際に、まあ、地元エリアで、まあ、就業されてらっしゃるような、まあ、正社員の方であったり、まあ、パートアルバイト、まあ、派遣社員といったですね、まあ、いわゆる、まあ、非正規雇用の方ですね、非正規雇用の社員の方ともですね、まあ、いろいろとこう、お出会いさせていただいて、まあ、現状のことであったりとかですね。まあ、そういったところもヒアリングしながら、まあ、いろんな活動に役立てれるようなですね、そういった交流を、まあ、今多く持てるように活動はしておりまして、まあ、できれば、まあ、今年度中に最低でもですね、会社様としては250社から300社ぐらい、まあ、地元企業様と、まあ、お出会いできるように、まあ、計画的に、活動を行っているような状況です。はい。活動するにあたって、大事にされている指針みたいなのっていうのはどういったものがあられますか？ビジョンとつながってくるかもしれないですまあ、けど。そうですね。まあ、弊社がですね、まあ、アウトソーシングをしていただくというような事業をやっている分、まあ、コンサルティングとまあ、アウトソーシングって結構近いものではあるんですけども、要はですね、先ほど、まあ、良質な職場づくりに貢献するっていうのはですね、まあ、広義で言うと、まあ、ちょっとあれなんですけども、弊社はその、場所がある、要は就業場所があるところで、生き生きと活動していただくような職場づくり、まあ、人事コンサルティングの側面から、関わらせていただいて、想像するっていうのにご協力させていただくのも一つなんですけども、それ以外にもですね、まあ、弊社はその、オンラインアシスタントっていう、まあ、業務をやってるんですね。これは何かと申しますと、まあ、リモートワークで、要は働いてもらえる方と、まあ、そのリモートワークでも、
業務を出しても大丈夫って言われる企業様とですね、まあ、結ぶ役という形です。まあ、業務委託で企業様から、そういった業務委託案件をいただいて、まあ、弊社の方の、スタッフと共に、まあ、リモートワークさせていただくんですね。共に業務を行うっていう、そういった事業をやらせていただいてるんです。ですから、実際にこう、職場というのはですね、働く場所だけではなくして、まあ、自宅でもそうですし、まあ、いろんなところで職場っていうのが、ある働き方が今後増えてくるというのもありますので、まあ、そういったところで、場所であったりとか、まあ、時間にとらわれずですね、まあ、自由な形で仕事ができるような環境を、まあ、弊社みたいな会社ではあるんですけども、まあ、小さな会社でも、まあ、一つでも想像できるように、まあ、何かしらこう、働くというところで皆さんが生き生きできるような、そういった場所を作れるように、まあ、活動していくっていうのを一つの指針としては持っております。はい。なるほど。やっぱコロナで結構その働き方っていうのもだいぶ、ね、変わったっていうのもあるんじゃないですかそうね。ですね。そうですね。はい。で、まあ、一方で、ちょっと地方都市になると、もともとリモートワーク推奨みたいなことは言っておったもののですね、なかなか、今でもリモートがまだそこまで普及してないっていう企業さん、まだまだ中小規模の会社さんが多いですので、やっぱりそういったところで、例えば地元採用、まあ、やはり人口を先ほどお伝えしたように減少してきますから、人口が少なくなっていくにあたって、地元で採用できないんであれば、そういった外部の、要は人材を活用して、まあ、就業を伴わずとも、その事業が行えるような、そういった働き方もやっぱり推奨していかないと、これから先やはり難しいエリアにはなっていってるかなとは感じてますので、まあ、そういったところを、まあ、弊社みたいな会社を使っていただいて、まあ、うまくこう、事業を回していってもらえるような、まあ、そういったきっかけになってもらえればなとは考えています。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。やっぱその地元の、企業様もこう、仕事をこうアウトソーシングするって言ったときに、ちょっとあれかもしれないです。その地元の人に頼みたいというか、その、やっぱそうですね、発そう想がです。このオンラインを使って、その、時間とか場所関係なくこう頼めるっていう、こう、イメージが、なかなかちょっとこう、持ちそうにでくすね。かったりもするんですかね。そうですね。ですから、まだまだやはり、そういったところでは、アレルギーではないんですけども、まだちょっと、受け入れられないっていう企業さんもやっぱりたくさんありますから、まあ、そういったところに、まあ、弊社みたいな会社であったりとかがあるんですよっていうのを、まあ、まあ、お声かけさせていただいて、訪問させていただきながら、いろいろと丁寧に、まあ、ご説明をしていくっていうようなところですね。で、まあ、そういった、活動に、まあ、ご賛同いただいている企業様と今、おかげさまでちょっと、お取引が始まっているというのが実情としてあります。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、そういったビジョンや今のこう活動するに至ったその出会いとか、まあ、その中でのこう発見っていうのは、まあ、どういったことが終わりだったんでしょうか。私自身ですね、この会社を立ち上げる前の前職なんですけども、通算して約20年ほどですね、まあ、最初は中小の、まあ、人材派遣会社で勤めておりまして、まあ、そこから大手の、まあ、人材派遣会社に転籍という形で、就業して、通算まあ20年近くですね、約20年間、勤めておりまして、その中で、やはりこう、人材派遣するにあたって、まあ、企業様であったりとか、まあ、もちろん働く労働者の方もそうなんですけども、従業員の方々とのこう考え方のギャップであったりとかですね、価値観のギャップというのはやっぱりもう日々、見ておりました。で、やっぱり企業の方と、まあ、労働者の間の考え方、価値観のギャップもあるんですけども、やっぱりその中でもですね、まあ、企業様特有であったりとか、まあ、労働者もそうなんですけども、まあ、特有の、まあ、個別の課題やですね、まあ、問題を目の当たりにしてですね、まあ、働き方改革どうのこうのってやっぱりいっぱい言ってますけども、まあ、まだまだやっぱり日本の労働市場にはですね、まあ、改善が必要なことが山積してるなと、人材育成に関わるものとして思ったっていうのが、やっぱり一つは、こういった会社を起こそうっていう、ことにつながってますね。はい。ですから、まあ、微力ながらに、こう、会社という事業体の中で、まあ、地元をまずスタートとして、まあ、何かしらこう、そういったところに、まあ、ギャップであったりとか、まあ、少しでも埋めれるような活動につなげれればなっていうのが、ありまして、まあ、立ち上げたっていうのが一つありますね。はい。
なんかそういうこう、企業とその従業員の方のこう考え方のギャップっていうので、なんか一番こう、こう印象に残ってることみたいなのってあったりそうですね。される。そうですね。まあ、結構多数あるんですけども、やっぱり企業としては、言葉悪いんですけども、やっぱりこう、ね、安く労働力を確保したいっていうのが、やっぱりどうしても、まあ、企業体ですから、ある企業さんもありますし、一方で、働く方としては、お金さえもらえればいいですよとかっていうようなところもあったり、逆もしかりなんですけども、そういったところで、やっぱこう、お互い一方通行って、こう、なんですか、思いが全然合ってないところで働いておられる。まあ、我慢して働いておられる。お互いがですね。どこかしらが妥協してるっていうのを、やっぱりこう日々ちょっと見てたので、そこを、まあ、例えば企業様の方に、こういった形で、募集をかけるとか、まあ、こういった形で、まあ、人材を募集する際に訴求すれば、もうちょっと改善できるんじゃないですかとか、定着が良くない、あ、なの、その、長く働いてもらえるんじゃないですか、みたいなことをこう提案しながらです。うまくやっていこうとしてはいたもののです。なかなかやっぱり私も一、企業の、サラリーマンとしてやれる限界っていうのもありましたから、まあ、そういったところもあって、まあ自分でやった方が早いからっていうのもあって、やらせていただいたっていうのはあるかもわかんないですね。じゃあ今、独立されてこう、結構、今までこうやりたかったことが、まず、徐々に、そうですね、ね、形となっているという形ですね。はい。現実になっているという形です。はい。ではですね、そういった、出会いや発見のさらにこう背景に、どういったことがおありだったんでしょうか。はい。ね、まあ、今後ですね、先ほどお伝えはちょっとしたんですけども、やはり、よく皆さんご存知だと思うんですが、やはり人口減少がさらに進んでいく中で、やっぱり、今最近ね、チャット GPT とか言われてますけども、まあ、いろいろな分野で AI でやったりとか、まあ、ロボットが活用されてですね、まあ、省人化が、まあ、進んでいくものはもうすでに予想されてるところではありますけども、まあ、そういった状況で、やはり、大手企業様ですね、は、まあ、別としてなんですけども、やはり人材の獲得、まあ、良い方に来てもらいたいと思ってるところに、まあ、高いハードルがある、まあ、中小企業様っていうのは、これからの働き方という点ではですね、まあ、違う企業体の方と、まあ、共存共栄を行って、まあ、繁栄を続けていく、まあ、いわゆる協業っていう感じですね。っていうのが多分一つのテーマになっていくと、まあ、個人的には予想してるんですね。で、まあ、しかしながら、こう、日本の労基法っていうのは、やっぱり非常に、まあ、労働者向けに作られているためですね、やっぱりいろんな、専門家が言ってますけども、労力の流動化にはまだまだ時間がかかるとは思ってます。ですから、まあ、個人的な考えではあるんですけども、そうであれば、まあ、弊社みたいですね、まあ、コンサルタント会社であったりとか、アウトソーシング企業であるところを、まあ、活用していただいて、まあ、どうしても自社ではこう補えないっていうのを、まあ、一部を補う立場として使っていただくとか、まあ、そういったところでこう人材戦略していくというか、まあ、事業戦略していただく、というところも一つですし、またもっとですね、こう流動を下げればなんですけども、まあ、個人で、企業に横断的に関わる、まあ、フリーランスの方や副業人材っていうのを、まあ、要は活用すればですね、中小企業でもまだこう人口減少に関しては、立ち向かっていけるんじゃないかなと思ってますので、そういった意味では、まあ、企業の垣根をですね、まあ、こうやって働ける人材自体を、まあ、弊社のような、まあ、アウトソーシングもそうですけども、そういったところでこう増やしていく活動をしていきたいなというのもあって、まあ、そういったところが背景としてはありますね。で、やっぱりこの個人のスキルアップやキャリアアップにも、まあ、一つ寄与できるのじゃないかなというのもありまして、はい。そういった意味では、まあ、自由度の、先ほどお伝えしたんですけど、まあ、自由度の高い職場作りというか、まあ、働く場所、生き生きと活動ができる場所を、まあ、弊社の力で一つでも作っていきたいなっていうのが、背景としてありますね。はい。ありがとうございます。そうですはい。ね。働くその総人口が減っていくってなると、やっぱりその今までの、なんていうんですかね、こう、まあ、無駄まではいかないかもしれないですけど、やっぱりその、限られた力っていうのをより効率的にというか、そうですね、はい。そういうこう仕組みだったりとか、その、こう、そういうことをされるこう、
会社っていうのがこう必要になってくるっていう。そうですね。ですから、先ほどお伝えしたような、その人事関連、どうしてもこう人が割けないところを、私みたいなものでやってる会社を使っていただいて、補っていったりとか、弊社は将来的には、そういったリモートワークみたいなことをさせてもらってますから、その副業人材として、要は間接的にでも関わってもらえる方をこう増やしていって、自社では採用はできないんだけども、結果として、労働力を確保できているといいますか、事業が回せるような体制を作っていってもらうっていうのは一つ、大切なことなんじゃないかなとは考えてますね。いや、ありがとうございます。はい。正直、ありがとうございます。ね、本当こう、世界の問題とか、日本特にですけど、そこなんで、しっかりなんかこう、考えて、対策打っていくっていうのは、すごく大事なんだなっていうのを、そうですね。話を聞いてて、すごく感じました。ありがとうございます。栗山さん、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、これで終了したいと思います。ヒューマンルーム代表の米田実様にお話をお伺いしました。本日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。